忘年会するか。忘年会言うてもな。10分後、渋谷集合。終わってるわ、こいつ言ってること。無理に決まってんだろ。あれがいけるねん、10分やに。10分で。10分後渋谷っすか？うん。まだ10分後東京にすら行けないですね、俺。ははは。埼玉から出らんないですよ、多分、魂は。でも忘年会したいですね。正直、ロスタントスでもいいから、忘年会して。お酒を俺飲がむ。一番村やねん。俺が一番遠いよ。ボスどこですか、魂。俺？はい。隣。隣？うん。ちょっと遠い隣。海の向こう側、海の向こう側だったりします。ちょっと遠い海向の、こう海の向こう側。10分後集合、一番無理なのボスじゃないですか。多分今日行けないよ。もう確かに明無理か。日やね。明日の朝ですね。こっちも忘年会やろうぜ。お願いしますか、もう、こちらも。うん。じゃあ1時間後。1時渋間谷後忘集年合。会。え？どこ集合っすか？ 渋谷集合。だから来れへんっなんでて。ボスだけビデオ参加じゃないですか、そしたらなんならもう。お前もおらんて。いや、アルビ遠いの？まあ。でも遠まくはないけど別に。なんで本人がおらんのに 忘年会しようとしとん。あまあ。俺は六方でちょっと入るわ。フリーカー行ってきます。みんな六歩っすよ、そしたらもほら楽やろ、もはや。え？忘年会するってなったら、みんな参加すんの？逆に。どうなんだろう。万が一いるんじゃない？俺はアルビ参参加加でできんるっの？す。俺六方で参加するわ。あれ？マジでこいつ。なんでだよ。普通に来いよ。いや、違うじゃん、やっぱほら。何が違うね。なんでこんな責められてる。何が違うね。お前なんだよ。普通に来いよ。まあ、なんかあったらね、じゃあ。なんかあったらってなんだよ。なん普か通に来いよ、そう、いだや、から。機会があったらね。機会があるよ。S と千代は来ますよ。あ、来そう、その辺。S、千代、天草は前日に集合かけても来ました。そうなの。そうなんです。ワーク軽いな。軽いっすね。何してんの、その時。他人で。焼肉行って、うん。その後カラオケ行って、うん。健全に普通に帰りました。おもんな。なんでね、どうなったらいいんだよ、おもんな。ちなみに俺は男3人なのに？終電逃して、うん。寝カフェで寝ました。終わってる。男3人でやはい。ることってそんなないの？逆に男さんに何やるんですか、ボス。え？一旦飲みに行って、クソ飲んで、クラブ行って。ちょっとパリっす。パリーパなリっすよ、それは。で、適当にナンパして、パリーまた飲みに行っなて。わかる？まあ、言ってることは分からんでもないけど。行ったことないっす、クラブ。RB さんあります？クラブ。ないね。縦乗りするんですよね。横乗りとか縦乗りとか。いや、分からん。ボもうス、ククララブ。ブ行かない方がいいよ。うるさいよ。普通に。おもんないよ。なんだよ、こいつ。俺も、一回行って、もう。普通にうるさいし、海に墜落したから寝るわ。おやすみ。おやすみ。はい、おやすみ。なんか面白くなかった？おやすみなさい。まあ、一度は行ってみたいな、クラブ。経験として。あ、うるさいだろうな。まあ、飲もうぜ。飲みたいだけや。うん、飲みたい、最近。普通に飲みたい、普通に飲みたいだけやね、多分。普通にか。みんなで飲もうぜ。でも、あれですよ、ボス。何？S、あれ、お酒結構強いから全然飲めるからって言ってましたよ。どうなん？はい、の癖して、俺ら3人飲んだ時、一番最初に酔っ払ってましたけどね。何飲んだの、ちなみにその時。普通にビールの瓶2瓶ぐらいでもう酔っ払ってましたよ。マジ？ちょっと大きめのやつしたけど。あ、俺もビール今飲んだの？日酔って眠くなってきちゃったから。なんかとりあえずビール頼んだんですよ。で、コップで来るかなって思ったら、でかめの瓶で来て3本。
で千代先輩が「あのなんか炭酸無理だから飲めなくて」あー千代はビール無理やね。そうで俺と S 先輩で飲んで S 先輩がベロベロになってた。でも「あ俺もう眠いっすわ」って言ってましたねあ違いました、あの「あもう俺眠いもうなんかこっちでした」こっちでしたやめてこっちでしたやめてこっちでしたぽよぽよ似てるな。そうなんですよ、なんかやるやん。ありがとうございます。めっちゃ似てるな。習得しました。飲み行きたいですね。みんなお酒強いんかね、うん、まあ勝負やね。いや俺と、はい、俺と飲む人って絶対潰れちゃう誰か。あなるほど。誰かは潰れちゃう。うん。セレーさんとか強いんですか酒。分からん。CPU はあんま強くなさそうだな。CPU 意外と強いよ。意外と強いんだ。うん。じゃあみんなで忘年会する？しましょう忘年会。行きたいです。いつ？いつ？でも忘年会って新年前にやるやつですよね。そうなんだよね。もう遅いね。もう間に合わなくないもん。3日ぐらいしかないっすよ、ボス。新年会しよう。あ、そうっすね。新年会っすね。切り替わるんな。ちなみに俺もうすぐ誕生日よ。いつ？え ?31。俺も誕生日よ。ほんと？ほんと？ 7月。ちょっと遠いから。いや、どういうことよ。遠すぎるだろ、お前。え、大晦日なんですか、誕生日。俺も大晦日か。じゃあ、来月か。まあ、うん、みんなに聞いてみないとな。あ、来月みんな暇でしょ、どうせ。暇してる。年末もみんな暇なのに。うん、何も変わらないでしょ。もっともこもない、うん。まあ、正直年末でこんだけ人が集まってるなら、いますよ、1月。だんだん年末が一番忙しいですからね。1回目解いてきます。それはそうか。うん、あ、来月。ちょっと、みんなに聞いてみようか。行きましょう。多分予想っすけど、うん、安城、天草、千代、S、ヘルは確実に来ますね、多分。アルビンもいるじゃん。まあ、アルビンさんはもう当たり前にいるとしてで、え、セルさんとか CPU さんとかって来るんですかね。まあ、呼べば来るんじゃない CPU は。魔法どうかな、ツッキー先輩と魔法と、みんさんどうだろう、来るのかな。まあ。まあ、男だけなら男だけで。男だけで、クラブスで、男だけで、ちょ、はい、いいところ見つけて行こうぜ。言い方いいところまあね、どこだかわかんないですね。いいね、美味しいお店かもしれないし、うんうん、いいところ見つけてきますか安城いいですね。まあ、やっぱでもやっぱ俺ら経験浅いんで、やっぱボスに連れてってもらう場所に行きますよ。俺らはいいところ。クラブはその大人数でクラブはちょっとつまんない。何人ぐらい？3人ぐらいが気持ちいいですか。気持ちいい。2人がちょうどいいよ、クラブは。うん、そうなんだ。へえ、2人だったらなんかお互いにクラブから出てきそうですけどね。別になってもう入ったら終わりじゃないですか。そこでバイバイじゃないですか。2人で行って、うん、ちょうど2人組で来た女の子誘って遊ぶのよ。なるほど。女の子1人でクラブとあんま行かないやん。絶対友達連れて2人とかで来るのよ。はいはいはい、女の子って、うん、そこを狙うのよ。なんなん、やっぱソロじゃないんだ、うん、やっぱデュオぐらいで来る感じね。なんか大型の作戦聞いてる時の気分である今。なるほど、そこを狙えばいいですね、2人で来てた。そう、え、どうやって話しかけるんですか。ん、なんて話しかけるんですか。まあ、別に金があれば、うん、ビップとかのビップとかテーブル取って、うん、高い酒頼んで、うん、頼んだら、でも女の子は来るはず。そうなんだ。遊び方、遊び方ボスなのやめて。オールイン。変よね、じゃあ。俺はギャングのボスだから。
そうね、確かに金持ってるから酔っ払ってるけどね終わってるみんな、僕はちゃんとセントフックに来てほしいえみんなセントフック、セントフック切ってほしいね、ちゃんとあお揃いで青チャイナでそうあ、守ったって、うん、銃とか刀も、うん、で、ゾロゾロ飲み会行ってヘビで来るやついるやん、絶対スーパースターも1個持ってきて、うん、OK です、わかりましたじゃあ、え、撤退の時は白井さんにヘリピックしてもらうってことでいいですか、うんヘリピックか、うん、船乗るか船逃げ、うん、最悪回収の人はね、酸素ボンベ持ってった方がいいですよね。ボンベ、ボンベは大事大事じゃねえんだよ何に使うんだよお酒に溺れないようにっつって回収の人誰だよSSS 何を回収すんの分かんねえよ何回収するんだよみんなからのお金じゃないですか、最後のお会計の時に。ああ、お会計時に、お会計の時に誰が怒るの、ボスじゃない、え、ギャングプール、いやいやギャングプールから支払ってくださいよ、それはギャングプールギャングプールからギャングプールないよ、ギャングプールから、え、ないんすか、ギャングプール、そっちあっちはないよ、まだないまだないんか、新進アジトですもんね、だったち、まだないか、あっちはまだ溜まってないね、ギャングプール、あっちのギャングプールどうやって溜めます、まあ、やっぱ犯罪じゃない、犯罪銀行ごと、銀行ごとしようぜ、銀行ごとして警察襲撃ついちゃうかもしれないですね、このままだと。まあ、みんなからあれじゃないですか、プール金徴収すればいけますよ、いくらもらう、え、2万、バカ安いじゃないかよ、少ないよ、え安くしたからね、俺いつも飲みに行ったらさ、安くしなくていいんだよ、はい、なんかいつもなんか普通に何十万だけど、え高くない、嘘、ガチギャンボスじゃないですか、なんかいつもそんな感じだった、まあ人数が結構いた場合、まあ7人6人で飲んだとしたら、はい、まあ30万に40万ぐらい、高っ、嘘だろ、1人3点いくら万払うってことですよねいや普通にそっからの誰かがまあおごる、おごる、うん、おごる、誰やろな、まあ、俺がおごった時もあるよ、ほほ、最近っていうかだいぶ前だけど、うん、結構俺がおごった時が多いよ、ありがとうございます、ありがとうございます、申し訳ございます、いや俺は無理やねいやいやボス以外にその金額ポンって出せるのいないっすよ、な、白井いるじゃん、白井出せそうではある、でも白井はね、ちゃんとお金もらうんだよね、あいつお金持ってるくせにまあちゃんとね、お金を管理してるんですよね、うん、ダリーマジで普通にもうだからさ、例えばはいはい、次第が5000円です、うん、ちゃんと3人で乗ってたら3人で分けて払うしかない、白井と一緒に乗ったら、あ、誰か、あ、俺の後業みたいなないってことですね、クソだるい、資金洗浄ってやりましたもういいじゃん、5000円ぐらいは、ブラックマネーの資金洗浄があるんですけど、それよかったらちょっと教えるんで、あとまあまあ言わんとすることは分かる、いつでもいいよ、ありがとう、あざす、助かる、ちなみに俺にとっての5000円は結構大金ですよ、5000円は結構ね、大金だよね、大金っすよ、5000円は何もできないよ全然5000円で焼肉いけますよ、ええ、そうなん、あのボス、この前魂が白井さんとかヘルとかと飲んでたじゃないですか、うん、あの時はめっちゃ安かった、2万ぐらいしか出なかった、まあまあまあ、まあ、そんな、まあ、そんぐらいが普通だと思ってはいるっすね、俺も、そうだね、俺いつも同居で飯食った時ははい、千代です、1人3万、4万だったから、えいつも
なんか俺が誘うんじゃなくて、誘ってお店を行ったら、いつもそんな感じのお店だった。7088と7089の間。なるほど。はーい、うん。え、それはボスのお友達とかってことですか？まあ、そうね。じゃあもう、え、まあじゃあ RB さんもそっか。まあ、行ったらもう5万とかね。いや、一緒にしないでもらいたい。こちら、どちらかというとこちらが。一人6万のステーキあるよ。一人6万のステーキ？え、ボス？何？六？何食ってんの？あ、なんかコースで出てステーキとめっちゃ美味しいやついっぱい出るよ。何食ってんの？え、肉ってそんなに値段するんだ。それ本当に肉？え、はい、とお寿司が一番高かった。いくらですか？なんか酒、なんか日本酒も含めて二人で行ったのに。二人で行って30万ぐらい出た。二人で30万は高すぎる。一食分で俺が1ヶ月に稼ぐぐらい、日本酒が高かった。日本酒が結構高かった気がする。一人15万あったら1ヶ月暮らせるだな。え、一人30万なんで人一人が生活できるんですよ。ちゃんといっぱい食べてできる。でもクソ美味しかった。それはそうやろな。それはもう30万じゃなくてまずかったら。それでちょっと微妙ですね。ま、マジで東京の一番美味しい寿司屋さんと焼肉屋さん知ってるから俺。でも焼肉の方は全然高くない。ちなみにいくらですか？一人1万5000ぐらい。まあ背伸びしたらいけるところだな。1万5000もう本当に美味しいからあっち、うん、多分俺が一番気に入ってるお店あるよ。ここは行きたいっす。絶対美味しい。ねえ、アルビさん。まあ行きたいけどなぁ。そこ、まあ1万5000ならまだまだ。本当に東京でほぼなんか高いって言われてる、美味しいって言われてるお店全部行ったのよ俺ほぼ。マジ？うん、絶対美味しいよ。だから俺は俺のデータベース的にはね、絶対美味しい。誰が言っても、誰が食っても絶対美味しいって思ってると思う。行ってみたいよ、そんなとこ。そこまでいろんな店に行ってるボスがうまいって言うんだったら相当うまいんだろうな、やっぱり。じゃあ美味しそうだな。お会計はやっぱオーリン的にはね、やっぱおしオーリンだからチンチロで決めよう。全部食った後ちょっとアイスくださいって言って、ダイス3つもらって、みんなで、いやもう S 先輩と俺と千代先輩が同い年なんですよ。多分一番この3人が年下なのかも。その男のメンツで言ったら若いね。じゃあ若いやつらが俺よ。無茶言わないでくださいよボス。モービル大会あると思うけど、頑張ってコンビニとかで一食600円ぐらいで抑えて食ってたりするんですよ。そんなわけないじゃん。いやあとレースのやつになかった？一人暮らしとかしたら多分結構カツカツの人もいるとは思うんすよ。全然天草一人暮らし？僕実家っすね。魂実家なんだ。お金めっちゃ貯めるじゃん。貯めてます、お金。おお。もうそのやっぱ新年会のために。いいじゃん。オールインってことっすか俺の貯金。うん。いいじゃん。だったらみんなでやりません？だったらもう、あれやりましょう。みんなのクレジットカードを集めて、あの店員さんに引いてもらってピッてやってもらいましょう。1枚。それさ、なんかずるいところ1個あって、はい、なんか俺のクレジットカードさ、はい、めっちゃ目立つからさ。そしたらもう怖いんだよな。真ん中にしてちょっとだけ上に出しておきます、ボスのカードだけ。目立つように。え、ブラックカードっすか？いやー、まあ、なんかめっちゃ金色のカードもあるし、うん、まあブラックみたいなカードもあるし。何枚持っとんねん。千代先輩、うん、に聞きましょう。ここはどんな、まあ、ここはもしかしたら俺と RB さんがもしかしたらちょっとせこい可能性がある。
お金に関してもしかしたらそうかな、まあ、俺はそんなことはないと思ってますけど、もしかしたら世間の目っていうのは実はそうなってるかもしれない。一般的だと思うよこっち俺もそうだと思いますけど一食で何十万も飛ぶのは正直手が震えるっすけど、そんぐらい稼げるじゃん。稼げないっすよボス。稼げない、ね、やめてくださいよ。俺魂の方でも仕事してロスサントス来てるんですから。コツコツ。大変お待たせしました。店頭に並びました。大変だね。はい、そうっすよ。じゃあロスサントスが悪いか。えロスサントスが悪い。うん、えロスサントスからを辞めてもっと仕事に励め的な話ですかそれ。そう元も子もないじゃないですかそれ。逆に今何食べたいですか。今います。寿司、ラーメン。あ、ラーメン食いて。あー、ラーメンいいっすね。え、ラーメンはさすがに高くないっすよね。ボスが食べるラーメンもさすがになんか1000いくらぐらいで収まるっすよね、ラーメン。え、ラーメンって高いラーメンってあんの。あるんじゃない。なくはないと思うけど、まあ一杯ね、高そうなのあるよね、多分2,000-3,000とか。でも個人的にはラーメン、一蘭ラーメンクソ高いと思ってる。ちょっと待ってください、ボス、いきなり庶民派の意見が出たんですけど。ラーメンのくせに、はい、ラーメンのくせに1000円超えるって終わってる。おい、やめろ、ボス、いろんなところから。まぜ、怒られる。1000円は行くところもあるラーメン、行く、1000円は行く、ラーメンは。え、ちょっと、マホ。ラーメンは行く。でも、美味しいと思ってるよ。うん、飲み会とかで、うん、1人いくらぐらいだと思う。みんなで例えば集まって新年会しますってなるとするじゃん、うん、1人いくらぐらいだと思う大体。はい、呼びました。今行けます。普通のってことだよね。普通のっていうか、魔法がみんなで企画してやるとしたらいくらぐらい。一覧おめえ、うめえよな、一覧な。一覧おいしいよ、普通に。店いっぱいあるし。1000ぐらいかな、6000。24時間やってるし。ボス、1人6000ですって、魔法。特許取ってるしね。もしみんなで新年会するなら1人。あれ、あのスタッシュハウジングの部屋の階段に入ってる220万ぐらいですかな、のブラックマネーの10万ぐらい。ちょっとあの出るさんの新年会で、ボスレベルの新年会になると1回の食費合計で50万ぐらいかもしれなくて、みんなでやるとしたら。で、はいはいはい、それをチンチロで一番弱かったやつが払うらしい。セル先輩の資金洗浄に使わせていただきたいんですけど。どうでもいいよそれぐらい。俺やめようと思ってた仕事続けなあかんくなるけど大丈夫そう。ありがとうございます。まだダメやね。まあ続けた方がいいかもな、うん、でもほら場所によってだからさ、美味しくて安いとこもあるし、高くて美味しいとこもあるし、ね、うん、まああの大体1人6000円ぐらいかなっていう飲み会普通に。大体1人6000、まあ、6000万円。6000円ね。1人6000円だったらさ、何もハイボールばっか。大人の人いるときは2万とか3万じゃない。うん。ソン君想定で6000円って言ってた。今ここにいる6人いるじゃん。6人で飲んだ場合って1人2万とか3万って話。あ、そうそう。1人2万3万。あの、俺とエスとチヨは今目をしかめたと思うよ。特に俺なんて。しかめるのは眉だね。ガツコン言ってるからちょっと目をしかめたら思えないな。少なくて1人5万でしょ。そう。少なくて1人5万。うん。アルビさん、アルビさん。俺あの臓器売らなきゃいけない可能性出てくるっすわ、このままでいくと。全然腎臓ならまあ。RB さんの予算は1人大体、まあ、あんまでも飲み会って分からんな。まあ、で言うて1人予算どうなんだろう。こういうメンバーで行くんだったら、まあ、1,2万。まあみんなどんぐらい飲めるかのあれじゃない。いや飲むなって結構飲むからな俺。お前ビール飲んで酔っ払って聞いたぞ。そう、ビール1瓶しかも、ね、1瓶マジですごかった。なんか俺酔えるから、うん、俺の全然飲めるっすわ。いや、そっちじゃないよ、そっちじゃないよ。俺全然飲めるからさ。ねえ、俺ふざけてる。似てる。俺、マジぶっ飛ばすぞ、マジで。
ちょっと当たるぞ、おい。めっちゃ飲めないな、俺飲めるからさ。めっちゃ似てる。めっちゃ似てる。めっちゃ似てるって言って、飲んだのに。ハーモンなんか眠くなってきちゃったんだけど。めっちゃ似てる。ごめん、ごめん、ごめん。お前、いくら払う？めっちゃ似てる。いくら払う？めっちゃ似てるな。そっちの金じゃないよな。 500？ そっちの金じゃないよな。 ID279、500。まあでも、俺的にはおかしいよこれ。新年会やるってなったら多分2万ぐらいが限度ですね。ありがとう先輩。おかしいよ。一人20万？え、宴会？2万ぐらいですね。1人20万は普通に食べ方下手やん。店選ぶの下手やん。6人で飲んだとしたら、はい、まあみんなどんぐらい飲めるか知らないからな。もう大体俺が好きなお店行ったら、うん、まあ俺が好きな店が2つあって、うんうん、1つもう高いの方は6人だったら100万ちょっと超えるな。え？なんだろうな。生きてる世界違うんだ。いえいえ。うん。全然俺財布持っていかんけどね、そっちの店なら。でもう一つのお店が、6人なら、まあ30、40万ぐらい。1人5、6、7、7、7。1人それ、なんか、臓器って払ってる。なんだろう一番臓器綺麗そうなの誰だろう。そうくんかな。まあどっちでも普通な個室のお店だから、うん、お、これ円の話してる。大丈夫？円だよね。円って何？円そのウォン。円だよ。ウォン円だよ。円なんだ。円なんだ。まあだから白井がおごるって。ありがとうございます。そこで白井さんの世界が。なんや、なんや。早めに出してくれ。言ってよ、これよ。そこいるからね。よかった。変わるでしょ、話が。よかった。よかった。パスも2000円チャージして持ってくだけで終わりか。100万の方へ行こうよ。100万の方っすよ、確か。100万の方へ行こうよ。よし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 。いっぱい食いとなってきたぞ、これ。いい空っぽにしていくわ。いい試し抜いていくわ。終わってる。いいじゃん、白いおごりで。いいね、それ。うん。マジで断食していこう。いやでも断食してたら酔っ払って終わるよ、多分。ただでさお酒激弱でしょ。強いよ、だいぶ。断食しなくても終わるから大丈夫や、そこは。何だよ、お前は結構酔っ払ってるだろ。酔っ払ってないよ。俺は酔っ払ってないよ。酔ってたじゃん。酔っ払ってないやつ、家帰った瞬間倒れて、世界起きれへんや。そうよ。じゃあなんかね、吐きそうやって。酔ってるやんけ。なんか電車の中でうずくまってて、知らないおじさんにめっちゃ心配の眼差しで見られて気まずい。なんか見つめ合うなんか変な時が。ビール2、1本ちょっとでそれはまずいよ、本当に。じゃあ白井さんに出してもらうってことでみんなで行きますか。じゃあ白井絶対かわいそうに。白井はね絶対おごんないよ。そうなの？うん、白井はね何があってもおごんないよ。そんな固くなの？ボスはおごるんですか？俺は無理、お金ない。嘘がでかすぎますよ。今の話の流れ的に一番あるっすよ、多分ボスが。うん、ない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 。だって50万とかのほんだなんか食べ歩きできないっすよそんなの。俺50万とか食べたもんね。え、普通に貯金死ぬんだけど俺は。シンプルに。俺全財産10万円ぐらい。嘘つけ。嘘だ。いや、な、そうやとしたらその財産でその店紹介せんでほしいけど。全然社会人1年目ですよ僕。まあそっく、なんかまあうん、普通に時事閉鎖して時事のクレジットカードを奪ってくるわ。やばすぎ。やばすぎやろ。やばいやばい。ガチリアル閉鎖それ。OGG ヘイストじゃん。OGG ヘイスト。OGG ヘイスト。なるほど。あ、それすれば確かに一発逆転ですね。一発逆転か。それ成功したら、うん、いくらでも使えるよ。おお。素晴らしい。カードの色がすごいんだ。1件どころか2件いける？
全部いけるよ。毎日いけるじゃないですか、もう。1日、1日で1億ぐらい使うぜ。いいね。ロズサントスの考えがもう。みんな、ストア行ったことある？ストア。ストア？ない。ないかな。ないんだ。行ってみたいけど、うん、行ったことない。まあ、普通。こんだけ食べて？うん。めちゃくちゃしょぼい食べ技みたいな。しょぼいって言ったボスのこと。あ。そうくん。でもあっちで、うん、あっちでゲームできるからね。うーん。なるほど。うん。横並びでロスサントス来るってことですか？ロスサントス。こんなとこで行ったらえっぐいの。終わるよ。横から演奏ってなんでなるよ。歪みってなんだってなるよ。確かに。警察はね、警察はね、もう、もう忘年会禁止しよう。警察はもう、毎日起きないとクビにしようぜ、それしかない。あれしよう。オールインのみんなが、一日警察側になればいいんだ。いや、それマジでやりたい。しようはやんない方がいいんじゃない、うん、なんで？あ、強すぎるか、ごめん。いや、あげちゃう。誰も喜ばないよ、しようは。どういうこと？バナナいらんってなるよ。うん俺らが警察になったら、ね、別ギャング入っちゃうかもしれないですからね。確かに急に、うん、急に泣いちゃって他のギャング行っちゃうんじゃないの？ああ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 死をまた闇討ちしたらおもろいな。なんか歪んでずっと自分の顔しか見れへんし。バナナ見える？直った。バナナ直った？ずっと変顔してた俺今。バナナ食べようぜ。バナナ食べる人。バナナ狩りだ。バナナ食べる人並んで。はいはいはい。もう普通に立場とか関係ない。普通に全員殺すマジで。はい、一口固定したら。バナナ一丁上がれ。ありがとうございます。すげえバナナ食って。わあ。バナナ。3と。はい。4。バナナバナナ。6。黒になる前に食べなきゃ。7。お前あま、お前臭いって言ってお前ふざけんの。てめえマジ。ふざけんの。8。てめえ。お前マジでエグいってお前マジでなんで殴り殺されたんだお前。銃出すから。バナナバナナバナナ持てるよ。すいません。すいません。ボス。すいません。バナナと。エンレスとこうかな。俺はエンレスとこうかな。この大人な。すいません。ボス。バナナとオルカができましたこれ。オルカ。オルカが。オルカ。オルカ。オルカが。オルカじゃねえだろ。一体何の騒ぎ？バナナが怒ってる。バナナが怒ってる了解。バナナの色が。うん。レッドになってる。了解。大丈夫か。赤バナナ了解。ああやっちゃったね。赤バナナ了解。レッドバナナ。レッドバナナ了解。なるほどね。ああ。ちょっとスイートチリである味か。もう超えちゃったんだラインをみんな。アンナル。はいはい。バナナ食べる？バナナ食べたいっす。食っていいよ。ここにいる赤バナナ。食べてこれ。食べたやく。いただきます。ああ。やばい。黒バナナになっちゃったって。ねえ、スネバナナじゃない。ちょっと。待って、俺が初めてかわいそうと思うくらいいじられてる。俺今日寝るわ、普通に。もう。いや、ダメ。今寝たらダメ。ありがとう、今まで。今までありがとう、オールイン。闇落ちすんの？闇落ち。さらに闇落ちま？こう見ても一応アンダーボスではあるよ。そうだよ、手のひらクルーがすごい。お前が焚きつけたんやろ。手のひらすごいんだ。何やってんだ、アンジョ。
いや、尊敬してますよ。アンダーボスに何のパクやよ。いや、接しやすいアンダーボスってことっすよ。チョウ先輩、戦闘中かっこいいよ。いや、全然殺すお前ら全員。じゃあ戦闘会はどうなの。ほら、お前が一番悪いぞ今。いや、無言が一番悪いな。無言が悪い、無言が悪い。一番悪いよお前が今。シーカ、お前が大元凶なのに。本当に男にモテてから言ってくれ。なぁ、はやばい、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 またバナナが向かれるぞ。しばやばい、あいつ松葉中だな。あれ、車椅子じゃない、松葉中にダウンしたから。逃げ切れないんじゃないか、あれ。何やってんだあれ。わかんない、知らんの、よくわからない。探してる、探してる、絶対探してるでしょ。そうや、チョウ先輩どこ。え、なんで見えん。俺から何やってんだよ。何やってんだよ。お前甘えれてるぞ今。それはそう、それはそう。分かった、強先輩、分かった。さすがに分かった。本当に分かったのかな。まあ魔法のおつむでもギリか。何が分かったんだ逆に。ドアを開けたら入れるということが分かったじゃん。あれでしょ、私が入ってすぐ出てるだけでしょ。分かった、分かった。何を言うとる。ちょっと S 先輩入って、なんか分かった、いいよ。ハハ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 ハ。RB さんお酒強いんですか。俺はお酒飲めるけどって感じやな。多分俺と RB さん同じぐらいだと思う、ワンちゃん。うん、ボスが強い。酔ったらどんな。眠い。いや、ともかく、ともかく眠い。RB さん、そんな。危ねえ、危ねえ。いや、治ってる、いつの間にか。そんなよ、眠いだけよ。食べます。痛いよ、早い、持つのが早い。わあ、なんで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 爆発したの、千代先輩の車。分からん。千代先輩なんか今日世界から呪われてない、大丈夫。ええ、待って、千代先輩やばいよ、やばい、これ海に行ってくれって。ダメダメ、千代先輩、私笑っただけだよ。え、笑っただけだよ。いや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 、何回殴られたか覚えてるよ、全然。2回か3回だって覚えてるよ。大丈夫、大丈夫だよ、警察も少ないからね。やばい、ちょっと待って、ゆきんこちゃん泣かされた、泣かしたボイラーと俺ら同じ処罰、もしかしてこれ。大丈夫だよ。え、大丈夫だよ。うーわ、マジか。アルビーさん、ケーキとか食べるんですか。あんま食べないかもな、ケーキ。食べなそう。どちらかというと、2万円って話何。え、飲み会する、新年会をする、レギオンゴールイン新年会で、え、で、1人2万。ここここ、この町、東京。おお、新年会なんだ、忘年会じゃなくて。忘年会もう時間ないから。あ、そっか。やべえ、俺新年会ちょっと大丈夫かな。日結構何日なんだろう、分かんない。知らない。ボスの気まぐれだからワンチャンない可能性すらある。あるよな。うん、今日はやることなさそうだな、さすがに。ねえ、なさそうっすね。ないっすよね。このタイミングで戻ってこないなら、もう戻ってこねえだろ、警官。まあ忘年会なら朝までなんじゃないですか。元気だね、みんな。
絶対カラオケでしょ。アルミさんって何歌うんすか、カラオケ。俺歌あんま得意じゃないから聴いてる側だな。想像つく。想像つく。ニコニコしながら聴いてくれてそう。独り言言いながら聞いてそう。いやうまいなとか言って。おお、そういう歌あるな。あーこれ知ってるとか言いながら聞いてくれそう。もうね、返したいな。ご飯だ。おみんなウーバーだな。ちょっと俺も取ってくるわ。取ってらっしゃい。まだ帰ってない。いや、何してんの。今暇してます。こたつでチルです。新アジトのこたつでチルしてます。終わってるなみんな。配信してよ。あ、やばい、うるわ、モフ。まだ食ってないこいつ。あ、今3人ともご飯食べてます。今俺もちょうどご飯来たからちょっと。あ、いいっすね、チル。俺あ、俺じゃない。嬉しい。もうチルしましょう、チル。なんでなんで。どっちだこれ、こっちか。あと、もうチルしましょう、ボス。もう終わりますよ、1年。どうでしたこの今年は。ん、楽しかったですか、今年。はい、変わんない、去年と。え、ボス、新年会やるんすか。あれ、ご飯取りに行ったんじゃない。あ、取り行ったのか。ちょっとね、日にちがポツポツ埋まってるから見たいな、日にち。新年会結構あんの。うん、俺何も予定ないわ。ごめんね、天使さん。なんか死んでたから。年越し山行こうとか。スノボー行こうとかある。なんだその陽キャの予定、やめてよね。いやいやいや、陰キャですがな。陰キャ代表ですがな。陽キャでしょ、山登ってスノボー行くの陽キャでしょ。いやいやいや、陰キャは家から出んねんよ。俺も出ないよ、普段は。マジ無理。なんか言った俺。ん、何か言った俺に。ああ、新年会本当にやるんですか。どうしようかな。やるならボス、日にち行きたいです、マジで。行きたいんで。まあ来月ワンチャン。おえ、1月の20日ぐらいにしときます。仮に行って。まあそんぐらいじゃない。20ぐらいか、オッケー、全然大丈夫だ。前半がちょっと、うん、予定が。みんなで飲み会した後にクラブ行くんだって。いや。いいっすね。どこのクラブっすか。アンナルのお家。いや、俺のお家クラブって言ってるんですか。うん、クソ狭いっすよ、俺の家。しかもフロア結構、うん、狭いんだ、フロア。フロア狭いね。一人入れたらギリ。え、一旦頑張ってアンナルと甘くそそ一緒に入ってよ。何が生まれるんですか、そこで。何も生まれない、地獄。ただそこにいるだけっすよ。てか3人で飲んだんでしょう。うん、みんな強いの酒。え、すぐザコ一番なんか戦える相手かなと思ったら、まだ戦えるレベルに達してなかったね。マジか。うん、なんか堂々としてるな、態度。ええなんでなんでなんで、バチコリパンツ見えるし。やめてやめて、ちつけないでもらっていい。安城にバカ見せつけてんじゃん。違う汚いよ。違う汚い。違う、嫉妬ってしたら勝手に。汚い女やだな。いいよ、お前が黒いパンツ履いてるの知ってっから、みんな。え、みんな見てるってこと。それもよくわかんない。ん、お前が見せびらかしてるってことじゃ。言いすぎやって言ってるよ、優しいとか言いつつ、アルビーさんもちゃんとしっかり見てたから、多分。アルビーさんが一番見てんだから。一番見てる、写真撮ったかもしれない。いや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 、そんなことしない。アルビーさん紳士だから。いや、アルビーも男だよ。やだ、紳士である前に男だよ。やだ、まだ諦めてない。ベンチにハンカチ。ベンチにハンカチ持ち帰って嗅ぐやつでしょ。怒られる、怒られるよ、本当に。本当に怒られるよ、アルビーさん。今のも引く、あの、ふっくるめて多分言い過ぎやな、多分。このここまで読んで突っ込んでる、多分。まあ、さすが。先読みの。偏見の面。モンデリの化け物。3期生全員飲んでるっすね、マジで。
一緒にしないでよ。なんでまだ別枠だと思えてるの？うん、ルー、今どこにおる？いやいや、私ひどいこと言ってなくない？いや、毒しか吐いてないよね。うん、そうかな。もうちょっと人に優しくしたら来年は。そっくりそのまま返すけどね。いや、俺ね、優しいとは思うよ。誰に？シーカーは優しいよ。ほら、ほら、マジっすか？うん。でもさ、違う、ボス視点でしょ、それ。うん、超雑っすよ、俺らに。うん、人の顔見て笑うからでしょ。脱いだ服捨てといて、は、畳んどいてって言ってくるタイプっすよ、これ。ね、はい、やって、早く出して、車。え、うん、え、早く。そんなことしたことないよ。え、洗わねって言ってよね。すごいせかすよね。そんなことなんかさ、こっちのこと何も考えてないよな。そう、二人とも本当、当てなそうだよね。モテなそう？ちょうど聞こえなかった。本当に聞こえなかった、マジで。うん、なんて？何も言えない。シーカにさ、モテようとしてないから。ハンカチ落ちた。聞こえてんじゃん。アルビーさん、ハンカチ落ちたんだって。ハンカチ、え、どういうこと？ハンカチ落ちたんだ、本当は。え、でも、アルビーさんはほら、車道側歩くよって言ってたよ。え、車道側歩くでしょ？ボスも歩きますよね、車道側。ボスがシャドウっすもんね、だってもはや。ボスがシャドウは分かんないでしょ。車が止まるもんだって、ボスのため。え、女の人と歩くとき、車が通ってる方側歩くか歩かないかみたいな。な、気にする？気にしないって。気にしねえよ、普通。そうだろ。お前、ほんとに。いや、どっちにしろさ、うん、車で、それって車が危ないからでしょ。うん、そうです、そうです。実際隣の人が車にぶつかったらさ、うん、一緒にぶつかるよ。いや、ボスマジボスさ、急にマジレスすんのやめてくださいよ、なんかボス。どうせ隣の人がぶつかったら一緒にぶつかるのよ。いや、そうなんですけど、それは確かに、それはそうなんですけど、意味ないわ。確かにそうだ、いる意味ないもんじゃん、だって。いや、そうなんだけど、死ぬじゃん、どっちにしろ。確かに、RB さんが車止められるかって言ったら、RB さんのこと。RB さん、丁寧に突っ込んできた車の上にハンカチ置くぐらいしかできないっす。置くぐらいしかって、なんだお前。ふわって置いて、ボーンよ。うん、ボスね、100か0かみたいなとこあるから。100か0か。RB さんっていうのは多分、ね、多分読むよ、車の動き。来るなって思ったら、多分一回止まる。読む。線で先を読む男。ちょっとバカにしてるじゃん、もう。してない。暴力者じゃん。してないよ。してないっすよ。え、じゃあなんか、あれは、私の RB さん妄想ね。うん。エレベーター入るとき、エレベーターそっと手で押さえてそう。いや、甘いね。え？テーブル席で座ってて、向かいの女の子が下に物を落として取ろうとしたときに、テーブルの角に手をやって頭ぶつけないようにしてあげてるね、多分。気が利きすぎじゃない。よそしい。多分。それでなおかつ、うん、多分パンツ見ようとしてる。最悪。急に最低。そうであってほしい。俺は一石二鳥。いや、結局パンツ見てるかいって言いたいもん。俺アルビスに。そこでお茶目を出すことによって愛嬌もね、プラスでね。そうそうそう。なんかそのアライグマの顔、いやらしく見えてきた。なんで下出てんの？ほら。もう下出ちゃって。もう止められないね、この下は。でもいいね。あんなの。うん。あれはもっと家、もっと家。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 うん。じゃあなんかアシストでそうくんがちょっと RB さんについて妄想で語ってよ。え、どうなんだろう。でも服脱がしてくれそう。それで最後部屋入った時にコートとかスッて取ってかけてくれそうじゃない。その隙に多分ブラジャーも取ってる。お前いやだって、いや、ボスに褒めてもらいたいから、すいません。ボスが褒めてくれると。お前ごめんなさい、手際良すぎ。でも、やるやん、あんなる。取れよ。あれは、取れよ。取れよ。取れよ。取れよは意味わかんなくないですか、ボス。それ。それよか、びっくりした。あ、それよか、あれます。やるやん。やばい。
そうか、上がってる。ボス止めてくださいよ、首。さすがに。こいつら首にしよう。首にされるとね。次、次。次。魔法出して次。なんでアルビーさんがしてそうなこと？絞ってるね、全然ドライブデート妄想だけど、ボス片手で運転して、RB さん両手でしっかり安全運転して。で、安城は足でしょ。私、安城さん足で運転ハンドル。お前、どこでアクセルすんだ、俺。意味わかんねえって。腕。エビゾリになって。アクセル踏めないやん、俺。C みたいな形になって、運転してる。前見てないよ。前見てないんだよ。すげえ、すげえ。すげえ。じゃあ人変えますか。チヨだったらどうしてるかみたいな感じで。うん、チヨかー、なんだろうな。家帰ったらもうお風呂沸いてそう。準備良すぎてお風呂沸いてそうじゃない？家帰ってきたらもう。ほう。でなんか、うん、なんかわかんないけどめっちゃ緊張してそうじゃない？おとか言って。バブ入ってるバブ。もう湯船の中に名前大さん、ここ大丈夫？ここ最低ゾーン、最低なホットスポットになってるよ、うん、知るやな、ね、今ここの、畳を乗り上げた瞬間に被害者になるよ。僕らのトークは飲み会の深夜トークになるけど大丈夫そう？ RB の名前が気になりすぎる。確かにいきなり見たらね、うん、RB の名前が気になりすぎて何も気になってない今。じゃあ大丈夫だ。そうくんとね、安城さんがちょっと失礼なことしてただけ。え、そうなの？ RB に、うん、お前らそれはまずいよ。アンダーボスに向かってそれはしてないよ。してないよ。してないよ。マジで俺はあんまじゃない。次次次次。え、なんかナリエでさ、うん、RB さんが彼女にしてあげそうな優しい行動って何がある？あー、こないだ真帆が言ってた、あの椅子にハンカチ置いてあげそうみたいな。それは一旦家具から、家具から、一旦家具から置いといて、うん、RB が彼女にしてあげそうなこと、なんか週末に、うん、デパ地下のおしゃれな、うん、お惣菜買ってきてくれる、お酒と一緒に、なんかスーパーじゃなくてデパ地下のやつ。なるほど。うん、うんうん、可能性ある。男女どう？多分それ一回全部食べてる。何なの？何なのそれは。違う。違う。俺が落ち着けなきゃいけないんだ今。あ、そういうこと？そう。どうしても。俺らがありそうなことを言って、安城が落ち着けるっていうトークしてる。なるほどね。俺すげえ負担あるやん。ハンカチおじさんつ。あ、白井さんだ。あ、嘘。あ、白井さん、しゃべんないな。白井さん、この畳の上に上がったら、のんでりの被害者になるよ。あ、逃げた、逃げた。どじめかな。白井さん、普通にパンツかぶってそうだよね。終わってる。じゃあ、白井にしようぜ。白井さん。いい、いい、確かに。白井さんか、なんか。いやおー、うまーい。言い方やば。直立不動。幽体離脱してない？続き違う。白井さんが彼女にそんなこと、そうくん何なんだ。あ、優しい行動ね。うん、え、でもなんだろうな。え、なくなった。何もして、わしの休憩バッグがなくなった。下行った。あの、こたつ入るときに、あの、入る場所をこう持ち上げて開けてくれそうじゃない？あー、なるほど。それ優しいのか怖くないか。どうぞって。怖くない。布団とかじゃなくてこたつなんだ。え？アノル？で、その時の白井さんは全裸。こたつで全裸、えぐ。やだなぁ。あ、出てきた。出てきた。バック。あ、本当のバック出てきた。あ、ありがとう、白井さん。白井さん。想像つかない。彼女に泣かれてそうな想像はつくんだけどな。多分、あの、ジュースとか飲むってなった時にストローちゃんと刺してあげる。あー、なるほど。刺して渡してきてくれ。でもそのストロー一回舐めてます。誕生日イラストくれるって書いてるよ。おー。何
で、次。次次じゃねえんだよ。無限。次。無限次じゃねえんだよ。暇すぎるって、こいつら。もう出てこないっすよ。じゃあ、アンドルにしよう。わけのわからないイメージ先行しすぎだろ。班長は、タンドリーチキン焼いてくれるんだよ。待って、それで俺が言うんすか、最後。そうもう意味わかんないって。います。タンドリーチキン焼いてくれるけど。今、ヒラミさん起きてきて、新アジトに来たら、タンドリーチキン焼いてあげるけど。あ、ありがとう、行きまーす。はい。それ一回アンドルインする。ほんま入り口じゃない、出口だよ。もう無理やって、マジで。終わってる。ボス無理っすよ、さすがに。ひどい。で、ナリエル起こしてよ、さすがに。誰を？俺ダウンしてないじゃん。ダウンしてるよ。ありがとう。スレイは何で戻しまってんの？家に彼女とか来たの？こいつ、おいこいつ調子乗ってるから怒らせようぜ。あれ確かに怒らせようぜこいつ。新年会白井さんのおごりでやるって話なんですけど、いいっすよね。うん。予算どんぐらいだっけ。てか1人50万だっけ。1人50万、あ、みんなで50万、6人で50万ぐらい。うん、うん、白いのぼりで。ありがとう。ありがたいな。白井さんやっぱ。まあ周りに聞かれちゃいけない会話とかもあるかもしれないからね。うん。個室でね。白井さんのおごりならいっぱい食べれるし。うん。うん。心も痛まない。白井夢の方で10億これもるよ。やば。え、印税？生々しいこと言うなよ、印税なんて単語。儲かってんな。うん、羨ましい。やめろって言って。一番稼げてる、白井が。うん、いいなぁ、いいなぁ。白井一人でロスサンドス買えるよ。やばぁ。3億で買えるぞ、この町。買えないよ、かわいい。ねえ、言ってなんかメンヘラ思い出すから嫌だ、それ。やられた？やられた。なんで、そうか、メンヘラそんな嫌いなの？え？メンヘラ。やられたな。メンヘラが苦手だから。やられたな。やられたな、何？おかえり、班長。ん？おかえり。うん、まあ、言うてでもすることはないと思うけどな。本当にすることあるよ。何よ。さっきのトーク。オフ。めっちゃ気に入って。もう無理っす、俺ら。警察に。昨日と前まで行ったよ。お。今日はね、警察がね、忘年会やってるからいない。白井さん、セルーさん、アジトの前まで来てるらしいんで、鍵をあげて。あ、中入れてあげたら、あ、くれるんじゃないか。ん？魔法だったらどうするかできません。んじゃあオッケー、魔法で。最低。魔法はもういろいろあるですね。まず生きてたんだ。まず、うん、なんだろうな、彼氏の靴嗅ぐ。キモいじゃん最初から。嗅がないよ。最低。嗅がないよ。え、セルさん嗅がないですよ、私足の匂いなんて。あ、甘くた。足臭いの。足臭くない。足臭くない。ちょっと離れるわ、ちょっと。違う違う違う。足臭い、臭いって嫌いなんで、すいません。違うなんて。あ、性別関係なくて、ついに嫌いなんで、すいません。いや、違うなんて。班長死んだ。あ、ごめん、班長。行って。ごめん。あの、バッグの中身だ。俺ナリエルに。違うよ。班長、声ちっちゃくね。ちゃんとみんな靴脱がないと、畳の上だよ。そうだよ。バッグのね、中身取ろうとしたらね、結構たまにね、出ちゃうの、手足が。これ放置されがちなんだよね。確かに俺ら足足だからな。かわいそう。警察2人になった。うわ、やば。今日、そんなチルだな。今日はチルやな。今日は無理よ。うん。アヒルさんが。ちょうどあれしてたよ。なんか、ブラックマンに洗えるやつ。あ、偉い。あ、3レベルになった？いや、もう、まだ2やな。ああ。お前、みんな、こんな感じだったの？ずっと。ずーっとこんな感じよ。今日はちょっとチルですね。こたつマジか。
あのマジで新年って感じ。いやこれ消したのがいいぞ。本当に年越したって感じの。あの新年年越す時のあの9時半ぐらいの感じ。31日ぐらい、ご飯食べ終わって一回片付けてみんなで食べながらテレビ見てる時の時間やね。1月1日の午前2時ぐらい。あーこんな感じやな。体操始めちゃった。いや椅子増えた。おお、なんか増えた。お客さんありがとう。それね、テイさんね、パンツ丸見えの座り方が。あ、本当だ。マリエルパンツ別に見えない。パンツじゃないからな。うん、タイツマンだよね。そうなんだよ。魔法と違って。いやいや、私もタイツだよ。今はな、うん。見ないで。いやらしい。いやらしいパンツ履いてるのお前が悪いだ。いやらしいパンツ。いやらしいパンツ。履いてない。白井さん、彼女と、うん、映画見るとき、なんかちょっと緊張しながらソファー隣座って彼女の肩に頭乗っけて甘えてる。もう一発目もう一発目からだろ、もうよ。それで安城さん。そんで、ね、でも映画代は全部彼女。最悪だな。最悪や。一切払わ。最低。見た一も払わ。嘘だろ。全部払ったやつも返せた。でもありえそう。ありえありそうやめて。俺払うって。払うって。ごめん財布忘れちゃった。財布忘れるな。じゃあ次ナリエル。じゃあアルミさん、あ、なんで戻すんだよ、戻った。じゃあ天さんが、天さん例えで白井さんで、あ、のり飲み物、じゃあアルミさんが白井さんで妄想をお願いします。え白井さん、うん、でもちょっと俺思いつかねえな。パスパスパス。じゃあ誰にパスしますか、名指しで。やっぱ天草でしょ。こういう時毎回俺なんだよ。外お花見行った時に頭についた桜の花取ってくれそう。あー、まあ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 。急になんか純愛小説みたいな。これ普通なの、普通。誰が？え、白井さんが。で、安城さん。でもその桜の花びら食べる。なぜか食べる。美味しい。甘いんだね。甘いんだね。花びらって甘いんだねって。言ってそう。真顔でね。受けると思って。受けると思ってやってんのやばい。それを受け狙いで。受け狙いで鼻食うなよ。じゃあ天さん、白井さんが彼女にしそうなこと言ってよ。ボイスが頭に浮かんじゃってもうダメなんだよ。一旦先入観してよ。もうダメなんだよ。抜けてるな頭に。うん、じゃあ次はセルさんでいきましょう。え、確かに。うん、テルそういうの全く想像できないな。セルさんの彼女にしてくれるそうな行動。桃缶買ってきてくれそう。桃缶風邪ひいた時に、うん、なんか冷たい果物ちゃんとお見舞いに持ってきてくれそう。あー、うん、なんか桃缶食べさせてくれて大丈夫かって言って頭撫でてくれそうだよね。わかるわかる。あ、おちゃん、プラスでいい俺。うん、ラスが来た。熱測るときにおでこで測ってくれそう。いや、そう。めっちゃ甘々や。甘々や。セールの設定すげえ甘々じゃない？甘々彼氏じゃない？すごく。だけど安城。でもそもそもセルの彼女風邪ひかなそう。ちょっとしいな。風邪ひかないよとか言って。なんて意味だこれ。セルの彼女風邪ひいた彼女に優しそうなのにそもそも優しくさせてくれない彼女ってこと。なるほどね。めっちゃ強い彼女ってこと。強い女なんだ。そんな風邪ひかない人だってもう風邪ひかないぐらい強いんだな。鋼鉄のね。いいね。
でもシェルさんなんかね、あの甘々彼氏のイメージしかもう脳内に浮かんでこない。ない、わかる。着婚の中で甘々。甘々そう、そうなんだよね。甘々なんだよ、なぜかわかんないけど。そう、うん、お姫様抱っこいつでもしてくれそう。あれ？そんな、どんだけいい意味じゃんの俺。すごい、なんだろう、ね。なんかベッド、あのソファーで寝ちゃった彼女の寝顔を見ながら、うん、かわいいなって言ってた。いやー、言えないんだよな、こんな。言えないの？言えないんだ。言わないんだ。言うて、言うてちゃんと毛布かけてくれるとかじゃない？あー、優しい。かぜ引くで。言うて、言うてくれよ。なんで関西弁なんだよ。かぜ引くで。急に関西弁。急に関西弁。何なのそれ。だけど。だけど。だけど繁盛。そもそもセルの彼女寝なさそう。そう、彼女だと思ってた。私寝、寝ないよ。本当に。え、最後に寝たのっていつだっけなってこと。こいつ全然寝ないんだから。じゃあ、うん、足間にしようぜ。なしまさんね。なしまさんも甘い感じするんだけどね。でもなんか甘々ではない甘さなんだよな、多分。カラッとした甘さって感じ。なんだろうな。仕事で疲れてたら、ホットコーヒー置いてくれそう。あー。なあ。こ、こんってね。お疲れっつって。でもなんかそもそも、残業とか。続いたらもう家に帰った時点でおかえりご飯できてるよ、お風呂にする、それとも僕にするって言ってくれる。自宅で行くさ。でも3択目は安城。3択目は安城。めちゃぶりのあれ上がったな。何か一ないぞが振り方してきた。で1択目2択目なんだっけ。お風呂にする、僕にする、お風呂か僕か。きついな。振り方エグいな。マクサパス。お風呂か僕か、お風呂で僕かじゃない。アンジョ辛いんだな、ここって。辛いよ。お前よく頑張ってたな。あー、お前、お前もう終わりだよマクサ。お前明日なんか紙届くよ、お前。紙届くわ。赤い紙届くよ、赤い紙。紙届くよ、お前。赤い紙はもう消臭霊じゃん、それもう。連れてかれちゃうって。自然にやってそうなのは、なんか料理作ろうとしたら一緒にやってくれるし、洗い物もしてくれそうだよね。あー、洗い物確かに先もうなんか終わってるみたいな。あー、手際良さそうだよね。ね、なんかそうだね、家で、家にいそうだよね。あの要は彼女さんが働きに出て帰ってきたらもういろいろ住んでるみたいな。あ、わかるわかる。やっておいたよみたいな。けどちゃんと昼間仕事をしてるんだよな。自分は自分で全部こなしてるんだよな。うん、そういうのはね、ごめん出さず。うん、そう。けど終わんじゃん。今のは無理じゃん。もう終わってる。話終わってる。完結してる。完結してる。いや恐ろしい。で結局ボスはどんな感じになったの？ボスね、まだやってない。まだボスやってないんだよ、唯一のシークレットワーク。ボスやった方がいいよ。じゃあ白井さんからお願いします。ガチのえっていう。なんだかんだ、あ、どうしようかな。めっちゃ悩んでる。彼女が泣いて出てったら、うん、乗るって言ってそう。イメージ悪っ。何だプラスには悪いな。でも、でもね、でも、あの記念日忘れられてると思って出てった彼女なんだけど、実はちゃんと店も予約してあるんだけど、ちゃんと説明してなかったから、怒って出てっちゃって、ちょっと落ち込みながらだるって言ってそう。解像度高い。解像度高いな。付き合ってた？付き合ってるよね、これ。付き合ってる話。前あったでしょ、それ。前あった話。昔あった話じゃない、それ。ねえ、白井さん。やっぱ、よくないって。誰の話？え、ボス。ボス。あれ？ちょうど聞いてなかった。危ない危ない。やばい、ボスと白井さんが付き合ってたって覚悟、過去を今、白井さんから暴露された。バッチリやね。ボンディか。確かに。あ、ボンディの彼女。ルーさんなんかあります？
お、アンジョさん。いや、モンディアね。セルって明日来るの？話変えた。急に話変えてくる。明日も行きます行きます。行きますオーケー。うん。なんかあります。続けていいよ。どういうことや。なんかデートする前にさ、うん、なんか家出る前にさ、ご飯ってあんま食えないじゃん。うん、一緒にまあご飯食うのも一緒だからな、デートの。うん、だからなんかモンディいやボスってさ、なんかデートするときさ、だって彼女がなんかお腹空いたって言ったら、うん、お前なんでデートする前にご飯食えなかったっていう話する。かもしれないです。でもお前なんでご飯食えなかったっていう。ああ、話するっぽい。うん、あ、なるほどね。ちゃんと食って出てよお前。でも飯食ってこいって言って。飯。デートする前に飯食ってこいって。あ、なるほどね。彼女はもう一緒に。でもちゃんとめっちゃいいお店連れて行けそう。ああ、確かに。自分だけ出かける前に。自分は予約までして、もうなんかね、こうでもね、自分は食べてきましたよって雰囲気なのにちゃんと相手のことを思ってくれる感じね。あ、普通にね。え、めっちゃさりげないの一個ある。なんだ？あの寿司食べるときに醤油皿に醤油入れて渡してくれそう。あ無言でスッって醤油入れて渡してくれそう。けど入れたの俺やね。けどアンジョなんでなんなの醤油だ入れてあげるけどアンジョアンジョ醤油入れてあげるけどわさびめっちゃ好きそうなんだねえ弱くなってるなんか弱くなったお前脇毛とか入れろよ殺されそうで研ぎ石で一回切れ直した方がいいそれもう赤毛じゃ赤毛じゃ怯え入ってるでしょそれ怯えてんでしょ完全にいやでも白井さんのボスの話がいっちゃんキュンときたな。解像度高かった。解像度高かった。リアルだね。実だもんね。実話っぽかったもんね。実話。ストーリー性あった。警察一人になった。が。サブロー。そのサブローが辛いよ。じゃあサブロー対俺に全員で二個ごとするか。まずできないよ。ちょっとじゃあこの辺でさ、ちょっと銃撃ちまくってサブロ呼び出そう。ああなるほどね。はいはい、ああいいな。乱射して電話して呼んだらいいじゃん。確かに。アジト入る。まだろう。電話もあり。うん。電話してみようか。うん。まあサブロならいいか。サブロならいい。サブロなら。さすがに一人はな。あそうだよ。うん。なんかな。鍵渡さなくても入れられるじゃない。サブロ何してんの？サブロー、え、まぁね、発砲撃っちゃったから、それで見に行く。おー、忙しいんだ、ちょっと。忙しい。忙しい。見に行っても殺されるだけよ。そうだよ。うん。そうか。行かなくていいよ、サブロー。ちなみに何番地？8049。8049。一人で楽しいの？あ、え。え、暇になったらじゃあアジト行くね。あ、オッケー。8242に来なさい。2？8242。港。わかった。聞こえる？はい。めちゃめちゃ本性前だったけど、銃声のずっと。手前行ってんの？ね。一人で頑張ってんだ、サブロー。ねえ、偉いね。サブローって言ったの？警察も。さっき殺したよ、ポポキャットで誰か。恐ろしい。確かに。うん、ウンドムーで殺したよ。あ、確かになんか言ってたな。ミンドリーって聞いた、サブローって言ってた。確かに。ミンドリーいないんだよな。なあ。そういや。ミンドリーいないときあるんだ。ミンドリーも忘年会行ってるんじゃない？みんな忘年会なの？今日これ。やばい。あら。忘年会ね。白井のおごりで忘年会行こうぜ。やったー。行っちゃうか。丸ね寿司も食いたいな。いくらすんだろう、この人数だったら。まあ、1000万でなんとかなるよ。高すぎだね。1000万なら1回大型やったらもうすぐ稼げるっすよ。あ、そうか。どっちの話？え、魂の話っすよ。うん、まあそうだな。まあ、魂じゃあ。銀行強盗とか1回すれば700万ぐらいなんで。魂でみんなでユニオンフェイスしよう。もうこの街来れないね、そしたら。全員。ドキだよね。
やっぱ50年後とかじゃん。バレなきゃ大丈夫よ。バレなきゃ大丈夫な。確かに指名手配いかないもんね。結婚落とさなければ。指名手配でしか3日待てば消えるでしょ。こっちの話やね。あ、こっち。結局 RB さんの誰かの妄想聞けなかったな。確かに。RB ずるいよ。ずるいよ。傷を負わないなんて。おい。ライフリするなって。よし、いないから今のうちに RB さんの言えると。RB。実は脇好きそう。ああ、RB は絶対脇好きだよ。実はじゃないよ。お尻じゃないかな。いや、脇もお尻も好きだよ。言ってた言ってた。絵うまいもん。え？あ、そう。マジでみんなのせいであのアライグマのマスクめっちゃいやらしく見えてきた。なんで？スケベそうに。もうベロを出して。もう止まらないよあれは。あ、白井さん。ん？安城さんでやってよ。妄想。あ、妄想？安城。安城ベッドの中で足絡めてきそう。どんな偏見だよ。ポタツの中でも絡めてくる。絡めてくる。足技得意。安城は彼女に対してなんかこう普段結構社交性があるけど、うん、好きって気づいたらたどたどしくなりそう。ああ。それあのガチやね。ガチ、ガチすぎる。それガチやね。からの安城さん。で、本当の安城。いや、俺が。本当のところは？で、本当のことは？何それ。本当のところだ。でも？それで、からの本当のところは？でも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 足絡める。無理だろ。絡めるんだ。本人が言うだそうか。そうか。絡めるんだ。あ、足絡めるやろうな。絡めるのやめるのだ。そうだ。まずいって。お前悪いぞ。お前まずいって。お前まずいぞ。今お前本当にまずいぞ。お前ライン越えだったぞ。今の謝った。今のは謝った。ごめん。明日紙にいつ届くんだぞ。お前何したんだよ。お前死にたいのか。ごめん。俺は知らない。一回海沈めて気を消していいですか。ちょっと今なんかちょっと口にも出せないぐらいのんでりなことというかやばいことを天草が言ってみ。いやもう口が閉じちまって言えないです。これはちょっと振り返ってもらった方がいいですか。うん、ホーム部から お手紙来ちゃう。これは裁判待ったなし。怖い。じゃあな、マクサ。さよなら。多分明日は起きれないかもしれないですね、これね。気づいたらいいよ、こうなってる。朝ギリ起きれると思ってる。何日後かな。謝罪文がツイッターに流る。思わずいないふりしてた RB さんがお前まずいぞって言ってくるぐらい結構まずいことやる。ああ。今日、今日マジでやばいな。なんちょっとハウジングしに行こうと思ったらみんないてびっくりした。ハウジングさ、うん、今更なんだけどさ、うん、ギャングっぽくできん？言わない約束せぼさ。めっちゃもう今更。今更だよ。だってさ、この曲がさ、ドッパイサーカスと話するとここに呼んだけどさ、うん、完全になんか。オタク方の家だったね、うん、いやなんかねもっと人数が少なきゃ全然あっち、いいんだろうけど。ボスじゃあ誰が一番面白いんですか。その中で面白いと、うん、まあ状況によるんだけど、うん、状況によるんだけどアンナルがおもろいよ。あ、おーあります、うん、何より嬉しい。アンナルか S。おお、嬉しい、うん、強いより嬉しい。強いより嬉しいはまずいだろ。天草も面白いし。ありがとうございます。おお、いいね、嬉しい。強いと同じぐらい嬉しい。白いは思んない。
お前が。はい。さあ癒し系だもんね。癒し系かな。オールインの相談役って聞いたよ。うん。さん。ブスグスやろうか。ブスグスやりますよ、ね。ブスグスやる。ありっすね。他のやつやんの。でもちょっとボスちょっと俺一個、うん、本当の意味で全員が参加できるあれ思いついたんですけど。はい。さっき俺のまあ衛星に、うん、すげえキモいコメント来たんですよ、うん、コメントっていうかキモい天の声来たんでそのキモい天の声選手権やりませんみんなでどういうこと自分の衛星のどういうこと自分の衛星に来たキモいコメントってこと来たキモいコメントが、うん、あ天の声が、うんナリルの足の匂い嗅ぎたいですねキモいこれ多分自分のところにもなんか来るかもしれないんで、ね、俺そんなあの野蛮なやついないわうちうちもそうだなそう、まあね、うち村だからさいないあのいない、うん、その我こそはって人いませんかいないよそんな都会のなんか波に飲まれちゃって狂っちゃったみたいな人いないようちいないかいないよ俺の勝ちかこれ一人勝ちやね一人勝ちよね誰かいないおめでとうおめでとうおめでとうわわわわ全然嬉しくないさっき嬉しかったのにボスのやつよろしいブスグスやろうか、やりますか